トットミッチェル・ペーリンとは、アメリカ合衆国の人物。共和党の政治家で、元アラスカ州知事及び2008年、アメリカ合衆国大統領選挙での共和党の副大統領候補であったサラ・ペーリンの夫で、5人の子供を持つ。1964年4月9日に、アラスカ州デディンハームで白人の父である、ジェームズ・ F ・ペーリンと、彼の最初の妻である、 アラスカ先住民の血を引く母のブランチコールストロームとの間に誕生した。1988年8月29日に高校生の時、ワシラ高校で出会ったサラヒースと駆け落ちの末に結婚した。そしてサラは大学に進学し、トッドは BP 社の下でノームのノーススロープ油田で技師として働き、 また、ブリストル湾の川で妻のサラと共に自営業として、酒の漁業に従事。またトットは、鉄鋼の労働組合のメンバーでもある。1989年に投票登録をしているが、1995年と2002年の2回ほど、アラスカ独立党に参加し、また投票登録もしていた。妻のサラが百九十二年に、わしら市議会議員に初当選し、 1996年には同志の市長に、さらに2006年にはアラスカ州知事になるなど、政治家としての道を順調に歩むようになると、夫のトッドは子供の世話をしたり、メールを担当したりするなど、妻を後ろで支え続けた。2008年アメリカが州国大統領選挙で共和党の大統領候補となったジョン・マケインが副大統領候補に妻のセラを選ぶと、 トットも一躍注目されるようになる。この時妻であるサラの妹のモリーが、州警察官である夫のウッドンの家庭内暴力により離婚し、親権問題で争っていたことからトッドがウッドンを解雇するように圧力をかけ、しかもそれを州知事である妻が手出すしたとの職権乱用疑惑や、1986年にピックアップトラックに乗ってる時に飲酒運転で、 逮捕されたことがあるなど、メディアが、ペーリンのことを大きく問題視して、取り上げるようになった。トットペーリンは主猟スポーツ愛好家で、1993年から、犬ぞりレースに出場し、以降アイロン犬ぞりレースなど4回の優勝経験があり、わしらからフェアバンクスやノームとの間の2000マイルにも、及ぶスノーモービルレースで優勝したことがある。ありがとうございます。